カニカマ入りマグロかお魚ミックスか。魚ミックスもなかなかミックス。ミックスはマグロカツオ白身魚が入ってます。もしんちゃんのちょっとあれでチョイスで、うん、これ、うん、でこれいないの一緒や。いやこれまあ、あそうか、そうな、うん、他はカリカリはもうこれだけでよかった。ここのクジラってさ、ミューロ、うん、刺しとかみたいな。そうだね、魚で言ったらカジじゃないよな。だからそう、オフかなオフかな、なんかイシカニとかさ、うん、そういうのがクジラの。あ、こんにちは。あ、じゃあ上がってもらった。はい、はい、出た出た。あ、出た出た。あら、可愛い。もうちっちゃ。可愛いすぎる。可愛いすぎる。お水入れてみて。ちゃった。この子これで寝てたんで、保護した人がこれで。あ、そうなんですか。はい、だからこれ持って帰っていいんですか。あ、強い匂いが。ああ、ああ、ああ、可愛い。だから。いやだ、可愛い。可愛い。泣くの。いや、離れたくないの。はいはいはい。抱っこしますか。あ、か、か、ほな、変わってくれるこれ。ちょっといいの。いいですか。いやいやな、ごめんな。
めんごめん。ここ、これ。はいはいはい。はいはいはい。あ、いやいやいや。そっか。一丁。大丈夫、ちょっと大丈夫、はいはいはい、ごめんごめん、はじめまして、大丈夫、誰って感じ。なぎやんだ、なぎやんだ、大丈夫、大丈夫、他の猫の匂いがするから、家の千住さんのだし、うんうんうん、すみません。かわいいね、寂しいけどごめんね、連れて帰っていいか、いやいやね。ご主人もうーんって言ってますね。あー、そうなんですか。え、じゃ あ, あでも無理なんですか、こって買うのは、ね、あ、いえいえ、もうあのお願いしてあったんで、そうです、はい、いや、まさかうちのにゃんこが相性良かったんで、はい、まさかの、あ、らしいです。私も今日聞いて、相性良かったな、いや、それだったらとね、全然もうね、その気持ちで来てもらって、いやいや、ね、そうです、すみません、あ、でももううとうとしとる、うんうん、よかった、大丈夫そうや、ね、大丈夫そうらしい、うん、あ、よかったです。じゃあ、ちっちゃいうちはね、全然責任を持って、家の猫とちょっと合うかどうかがわからないけど、うん、まあでもそんなやんちゃする子ではないので、うん、あの甘えん坊なので、はい、一気に懐いとるで、自分のとこはやんちゃな子なんですよ。あ、そうなんですか、うん、その子がまさかのね、さっき動画撮ったの見られますか、うん、見ます見ます。え、そんなにたくさん、そうなんですか、たくさんって言えば2、3匹なんですけど、で、その前も黒猫ちゃん保護したんですよ、でここでまた里親をして、あ、そうなんですね、自分まで預かっててなかなか見つからなかったんですけど、あ、そうなんですか、だからすっごい早かったんで、あ、その、はい、ちょっとびっくりして、あ、すいません。いや、あの、ちょうどそのいつも行ってるキャンプ用品の、その、あ、そうです、そうです。え、どういうおつながりで？いやいや、インスタでつながって。あ、へえ、そうなんですか。いや、それでパッと見て、あの、あ、もう引き取ろうって相談する前に。よかったですね。そう、そうなんですよ。欲しいと思われてたんですか？いや、まあ、できればその自分の、そのできることというか、なるべくその、あの、野良猫ちゃんを減らしたいっていう思いがあって、いろいろその保護センターに行って、里親探しに行ったりとか、いろいろ、まあ、活動とかしては、はい、そうしていて、で、タイミングよく、はい、はい、もう、だから、あ、引き取りますって思って、もう連絡させてもらったって感じで、はい。ほら、いいの？じゃあ帰るよ。すいません。なんか。ようこそ我が家へ。お名前がまだ決まってないけど。何ちゃんがいい？眠たいの。まあ。ゆっくり過ごしてくれたらいいわね。じゃあ、おやすみ。ん？落ち着いてんの。賢いね。かわいい。そんなじっと、そんなじっと見てくれんの。あ、かわいいね。あ、かわいい。目線、カメラ目線。眠たいな、寝とってよ。ん？寝とってよ。うちの家の猫とどうでしょうか。トトちゃんの反応が気になるけど。え？
しかしてなんかおらへん自分がちゃんと下に背の下カリじゃなくてチュールにしてよかったわ。食べたらお腹壊すで。な、これぐらいにしとこ。長旅やけど頑張ってよ。トトちゃん保護したのだって8ヶ月やもんな。だいたい今2ヶ月弱って言ってるからだいぶ違うわな。足も頼んないらしい。うん、はい。トトちゃんがな、面倒見てくれる。あんたのお母さんになるな、な。仲良くして面倒見てもらいな、ちゃんと。私たちは食料を提供します。快適な環境と。はい、なーに、どうしたの。ができとんな。南東に進みます。大丈夫そう、大丈夫そうね。こっちだけちょっとなんか朝ぶたみたいにできた。すごいな、頭入れると。お腹すいとんかな、やっぱり。
口につけたっぺん。時はどうもなかったやろか。暑すぎるこの部屋が。そんなことある？猫ってそもそも家熱で38度ぐらいあるから暑いかも。オーバーヒートしてもらえるかもしれない。熱中症になりやんかな。私は今日1日預かるって言われるかもしれない。わからんけど。着いたよ病院。明日やったけどな。ちょっと口がハーハー言うとったし、呼吸も早いし怖いからな。早く着いたしよかったな。見てもらおうな。眠たいな。先生見てもらおうな。行こうな。気づいてる？さあ、あ、やばいやばいやばい、バレるバレる。早く2階に持って上がらなくては。ここから3日間は完全隔離って言うから。びっくりした、とっちゃんと出会ったな。大丈夫？大きいケージ入ろうか。ちょっと待ってよ。よいしょ。あ、新しいとこやで。ここ入り。こっちこっち。よいしょ。どうぞ。新しいとこやで。ちょっとごめんやけど、トイレの準備するから待っとってな。よいしょ。しばらくここにおってな。ここで生活やで。オッケー。接触したらダメなんだってね。ちょっとごめんやけど、トイレの用意してくるから、すなな、待っとってな。ふーちゃん、こっち。ふーちゃん、ふーちゃん、ご飯。とーちゃん、ご飯ご飯。まあかんや。ご飯。ここにじゃあご飯置いとくわ。とーちゃん。とーとーちゃん。ご飯食べて。もう匂いに夢中やねん。あかんあかん。病気がうつるかもしれんから。この匂いと。お菓子食べたらいいこと起きるって
お帽子出した方がいいらしいよ。もう出てくれる？はい、出てくれる？今からトイレ作るからな、待っといてな。大きい方がトトちゃんで、ちっちゃい方がチャコちゃんやから、うわわわ、もう興味津々。そこ開けへんで。チャコちゃんの匂い覚えてな。もう大丈夫そうやな。うーん、もう何も言わへんな。ね。それいつも以上に。わかった。いやだ。いや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 、むずいわだね。ねえ。いや。いやいやいや。可愛いね、いつも。な。みんな可愛い。お母ちゃんもかわいい、もこちゃんもかわいい、みんなかわいい。なんか丸いクッションに入って頭がしねと。もう、うん、早っ。下口は買いに行かなかった。あ、このカリカリのこのお皿やったらまだある。多分早食い防止の食器を一緒にしたら映る、もし病気やったら映るから、なんか綺麗に洗って。いた、もういいんちゃう。15粒ぐらい食べたんちゃう。仕事しとってよかったです。これがもう日中出て行く仕事やったら面倒見切られる。いや、それやったら買ってへんわ、うん、基本自分終わらへん。さあ、もういいかな。はい、ごちそうさま。おいた、おいた。はい、ごちそうさま。はい、ごちそうさま。いやいや、くつろぎすぎや。くつろぎすぎちゃう。なあ、くつろぎすぎちゃう。ちゃこちゃん、そう、ももちゃんっていう名前にしてたんだけど、女の子じゃなくて男の子だったので、ちゃこちゃんにしました。はい、めいめい。あ、ゆっくり休んで、お腹空いたらご飯食べて。まあ、とりあえずご飯とお水持ってきたから、あとはトイレやな。トイレをこの奥に
入れようか。ちょっと考えよう。どうしてるあんたは。ちょっとしんどないのその体勢。こっちの方が匂いんちゃう。あ、大丈夫。よし、これでご飯を置いて、よいしょ。オッケー、これで大丈夫？そんな首痛いやろ？そんな。トイレもちゃんとできるかな？あ、ご飯食べよる。あ、食べよるの。あ、よかったよかった。すごいね。トイレはここよ。トイレ覚えれるかな。ちょっとお手洗いの上に乗せてみようか。さあ、ここがトイレだよ。定まらへんのかな。出てない気がするんやけどな。うん。はいはい。こっちこっち。部屋でね、休んでてね。
よう取れたね。よう飛んでこんな上上がってきたね。ねえ、トトちゃんの匂いがするから、ここチュパチュパした後やで。大丈夫？耳がもうどないなったんこれ。俺ってでかっ、耳でっか、これ耳でっか、もう耳でっかいな。男の子やからな、また大きいなるわ。入れといてよかった。遊んでくれてる。